はい、イメチです。はい、イメチです。今回これですね、緑の黒いたぬきカレーそば。カレーそばやねんな。カレーうどんはな、よう食うねんけど、うちんちあれやねん。普通のカレーライス食って、次の日、カレーうどんになるのよ。その二段階やねんな、いつもな。もうカレーそばって、あるよな。カレーそばってあるよな。あるよな。俺、あんま食ったことないんかな。一応これ黒い豚カレーと緑のたぬきのコラボレーションとなってますね。火薬に豚肉は入っておりませんと。豚肉は入ってないんだ。で、こちらの方が、カロリーの方が448キロカロリーで、タンパク質が 10.3、脂質が 23.2、炭水化物が 49.6 と。食塩相当量が 4.6 グラムとなっております。では、ちょっと開けてみます。あ、これ、これやな。これ、これが、何やったっけ、これ。か、何や、これ何だい。かき揚げみたいですな。これ入ってんな、これ。そばのやつなんだ。で、これ出す。出すな、これ。ほら、この中身こんな。こんな感じな。ナルトかな入ってんな、これ。入ってんな。これ先入れていいんかな、これ。粉末スープを取り出す。粉末スープを蓋の上に開け。あ、先に出んねんな。これ最近な、ややこしいねんな。後入れとかいろいろあるやろ。これもシンプルに先入れるタイプだな。俺な、粉末スープ苦手やわ。絶対な、テーブル汚すね。こぼれんね。行くで。もう若干また出たもん、ちょっと。ちょっと出たもん。あ、カレーの色してきた。当たり前やけど。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。出たかな。これ最後に出す機能が難しいんだな。よいしょよいしょ。うわ、いっぱい出るよ。うわ、これやっべえ。もう今な、よだれ出てるもん。あ、カレーの匂い、いい匂いや、これ。めっちゃ。よいしょよいしょ。こんな感じ。いや、これな、蕎麦とカレーってな、あるんは、なんかあった気がすんねんけど、どんなんなんやろな。蕎麦の味が勝つんかな。どうなんかな、これ。カレーが勝つんかな。いや、これ、あ、いい匂い。もう、早く、これお湯入れて、3分やな。また短いからいいな。3分が一番ベスト。わてベストやわ、3分が。ベストフレンド的に。では、お湯入れて3分、待ちたいと思います。はい、3分経ちました。はい、3分経ちました。もうめっちゃな、食べたくてたまらん。負ける。はい、来た。うわ、来た。これ美味しそうやな。ちょっと混ぜまーす。こう混ぜるとき難しいな、このな。このかき揚げみたいなのがあるときな、難しい。揚げされたまだいいねが、これ崩れそうやろ、なんか。崩れそうなほどだったよな。てて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 てだったよな。いくぞ。ほい。ほい。これでいいか。だいたいこんな感じかな。では、もう腹減ってるからな、もう。ほんま腹減ってるから、もう早く食べたくてたまらん。もうええやんな。これぐらいでええよな。混ぜんのこんなもんでええよな。では、いただきます。お疲れ様です。まずスープの方ちょっと飲む。あ。まあちょっと優しいカレーの味ですよね。スープの方。ちょっと蕎麦行くで。むかく。めっちゃ熱い。めっちゃ熱い。なんか結構そばってやっぱ勢いすごいな。もう最悪。なんかな、カレーの味があんませえへん。なんかな。かといってな、そばの味もせえへんね。これどういうことや、これ。なんかな、あの、引き分けみたいな感じ？あかん。これな、すごく崩れんな、かき揚げがな。なんかな、カレーって感じせんよ。なんかな、これどういうことこれ。なんか変な感じ。どっちこれ。なんかな、蕎麦とカレーがな、もう同点やわ。わからん、これ。どっちの味がな、はっきりしてって感じ。
うん。カレーうどんの時は、もう、まあ、カレーが勝つような感じやけど、蕎麦なったらな、ほんまにややこしい、これ。うん。あ、熱っ。熱いわ、これ。湯が熱すぎた。だから、まあ、美味しいは美味しいねんけど、発揮しせえって感じ、これ、ほんま。なんか、なんか、不思議やね。なんか、不思議なもん食べてる感じ、なんか。カレーでありーの、蕎麦でありーの。で、しかも、どっちも、なんかな、戦い合いすぎてて。あ、美味しいは美味しいわ。普通に美味しい。ペロリと行く。ペロリと行くねんけど、これは、ぜひ食べてほしいわ。なんか、もう戦ってるで。味同士が。これ美味しいなぁ。でも、このかき揚げてやっぱパリパリがいいわ、なんか。パリパリが。にゃ、ふにゃふにゃってね。パリパリってやつありやん。後入れの方がいいんかな、パリパリのやつは。まあ、美味しいねんけどな。美味しいけど俺パリパリ派かなぁ。で、自分で浸しながら、ぬるぬるにしたいとか、両方できるやんか、あれって。これなんかなかなぁ。これはちょっと不思議な味。ほんま。で、カレーは飛び散るからやっぱ怖い。今でも飛んでるもん、ちょっと。で、やっぱ白の服着たらあかんね。あ、これ、ナルトさん？美味しい。ちょっともう一回スープ飲もう。まあ、なるほどな。ほんまに、もう何回も言うけど、どっちやねんっていう味やねん、ほんま。カレーを取るんか、蕎麦を取るんかって感じの。なんとも言えへんな、これ。どう説明したらいいんかな。今の俺の説明で分かりやすい。あ、これ熱いわ。湯熱すぎて。ちょ、もう一回スープ飲む。スープうまいね、ほんま。なんとも言えへんスープやねんな。カレーのスープしてよって感じやねん。やっぱ美味しいわ、白美味しい。熱いけどな。なんかもうスープがつきすぎちゃう、これ。もうちょっとする、あと一回だけするわ。だからこれ、やっぱ難しいな。カレーうどんやったらカレーが勝つねんけど、味がカレーってなんねんけど、カレーそばって言ったら、同点になるわ、これ。だから、カレーもっと濃くしなあかんのかな、これ。